のモデルですね、えー、銀座店先行発売のルパン三世のキャラクターである次元大介とのコラボレーションモデル「黒のマスターリバイバル、えー、ルパン三世セカンドエディション」こちらですねなんと世界200本の限定のものの1本です緊張しちゃいますよね、あの <laughs> いろいろ僕も調べさせていただいてで日本に入ってきているのもまた200本よりまたこう絞られた数ですもんね。はい nice. も、リ s マ、どうプリオマ、まあ、自分が世うに入いままあのがとう挫折いまう。 一つ味わって、で、また20歳からこの世界に挑戦あのしようと決心したんですけど、20歳になる前の自分の決心がなかったら、なんか今の自分はここにないなと思うし、いろんなこう経験をさせていただいて、まさかね、高校時代に触れたことがあった、ゼニスのアンバサダーをできるなんて思ってもなかったですし、挫折を味わった経験を生かして、どんどんこう、あえてね、厳しい道に挑戦していきながら、 一一個一個成成功を成し遂げてていいきたいなと思ってます今日本で活動していますけどいろんなあの各国の,あの <laughs> 方と大丈夫ですか <laughs> 大丈夫。<Thank you. 笑> 各国の方とあのクリエイティブな仕事を一緒にやっていきたいなっていうのが一番の夢でこう普段生活してや,やっぱり思うのはやっぱ自分の感覚だけでやっぱりこう。 限界があってやっぱり自分の感覚ってすごくあの狭いなというあ狭いなって感じることが多くてやっぱりいろんなこう国の人たちのアイデアだったりインスピレーションに刺激を受けながらもっとなんか自分もそれを吸収していい作品作りをしていけたらいいなとは思ってますね。ゼ、はい、ニスブティック銀座オープンです皆様ハサミをお入れください